カナで、こないだ話してた CD。 ありがとう、マフヤ。別に、頼まれたから渡しただけ。でも、真冬が私のことを話してくれたおかげで、この CD を聴けるから。だから、ありがとう。うん。かなで、真冬、来てたんだね。うん。真冬から CD を貸してもらってたんだ。CD？ バーチャルシンガーの曲を作ってる人の CD だよ。真冬の後輩の子が貸してくれたの。もう聞けないかもしれないって思ってたから、すごく嬉しい。そうなんだ。かなで、よかったね。真冬？え、どうしたの？なんでもない。ただ、かなでを見てたら少し、胸が、暖かくなった気がした。え？ねえ、かなで。私もその曲、聴きたい。うん、いいよ。じゃあ今度、プレイヤーに入れて持ってくるね。真冬もありがとう。聴かせてもらったら、すぐに返すね。あれ？どうしたの？CD が入ってた袋に、ルーズリーフが入ってる。これ、真冬の？うん、違う。それじゃあ、貸してくれた人のかな？ CD を返すときに一緒に返さないと。そうだね。あ、それ。どうしたの？書いてあるの、歌詞じゃない。歌詞？あ、本当だ。この人も曲を作ってるのかな。最近作り始めたって言ってた。バンドでプロを目指すからって。プロ、すごいね。作曲も勉強してるって言ってた。奏にも興味を持ってるみたいだった。え、私？うん。どんな曲を作ってるのかって聞かれたから動画の URL を教えておいたよ。そっか。その人がどんな気持ちで聞いてくれるのか、私も少し興味あるな。うん。この人、どんな人かはわからないけど、すごく真面目に音楽を作ってるんだね。うん、何度も消した跡が見える。いろいろ悩みながら書いてる感じだね。荒削りだし、もしかしたら曲のイメージもまだつかめてないのかもしれない。でもすごくまっすぐだね。真冬の書くものとは違うけど、言葉の一つ一つが力強く感じる。私はこの詩、いいと思うな。そうだね。真冬も、そう思う？少し。こういうのは、私には書けないから。それにあの子、こういう詩を書くんだなって。だから、少し興味がある。そっか。うん。まっすぐか。きっと星野さんには伝えたいことがあるんだろうな。私と違って。